ディンディンディディディンディンディディディンディディディンディンディン。あ、ポン。かがめなくてごめんね。いっか。あ、赤霊の湯だって。そうだよ、赤霊の湯。素敵な名前。お邪魔します。寒い寒い寒い。うわあ。待って、これはさ、これは泳げるね。これは本当に泳げるやつだ。すごーい。うわあ。サウナ？ちょっと。外もあるんだね。外もあるの。え、これ温泉だよね。池じゃないよね。温泉。あ、サウナちょっと入ったかったな。朝入れるか。あ、じゃあ朝ももう一回来よう。めちゃめちゃ広い。待って、このね、ただ広いだけじゃなくて、まずここジェットが出てる。ここと、こっちも出てるの、あんまり見えないけど、よいしょ。多分これ腰当てるようだよね。多分当てるんだろう。おおおおお、あ、いいいいよ。あっちも行ってみよう。本当に広くて。段差になってる。あ、レールがある。そうそう、ここだよね。頭を置けるとこだよね。あ、いいかも。あ、ここに頭を乗せる。あ、いいじゃん。あっちかな。いやの首の後ろのこの頭の付け根にこの枕木が来て、めちゃめちゃ気持ちいい。広いだけだと思ったけど、腰押してくれるジェットバスとか、かなりこの日頃のお疲れが取れるんじゃないかなって思います。そうさ、
そうこれだけ広さが伝わるかなと思ってね。なるほどね。はい。いやあ、そういう、はい、あ、なるほど。はい、あれ、え、私がどうしたらよかったの。ターンが